ゆっくりしていってね。なあ、今回って順番で行くとマスコミ問題じゃないのか。それなんだけどね、ウプ主曰く例の2015年末の慰安婦合意に関連して、最近ムンジェイン政権が実質的に合意を無効化する公式見解を発表したので、この問題の根本部分にそろそろ触れておこうと考えたそうよ。ああ、そういやあれ、韓国が具体的に何に反発しているのか、いまいちよくわからないんだよな。でしょ、だからその、具体的に何が不満なのか、を解説しようってわけ。そんなわけで本編へ行くわ。今回の件なのだけど、マリサは2015年12月末に日韓で締結された慰安婦合意については知ってるわよね。一応知ってるぜ。日本と韓国の政府が協議して、日本の首相が公式謝罪を行い、また慰安婦の癒しを行う措置に対して10億円を支払うことで、この問題を最終的、不可逆的に解決した、と約束した合意だよな。そうそう。あとは韓国側に対して、10億円の運用は韓国政府が責任を持って行うこととか、今後政府としては慰安婦問題を取り上げないこと、あとはソウルの日本大使館や釜山の日本領事館前の慰安婦像に関して、韓国側が責任を持って移設することなども約束されたわね。でも、なんか韓国側はこの件が不満なんだろ。そうなのよ。それで韓国側は、被害者が納得する謝罪がなされていない、とか、日本が法的責任を認めていない、等に関して不満を持っていて、この合意後ずっと破棄か再協議すべき、という世論が多数派だったわけ。それで、この前韓国政府が慰安婦合意に関してこんな見解を発表したわね。要するに、合意そのものの破棄や再協議は求めないけれど、日本側が自主的に、韓国側が満足する追加措置をするべきであり、それができない限り慰安婦問題の解決はないとしている内容ね。この合意で問題が解決されたわけじゃなく、被害者の意見が反映されていないので日本側が自主的に追加措置するべきってことか。これ、再協議は求めないし破棄もしないと言っているけど、事実上合意は受け入れないってことだろ。しかも追加の要求をしているってことは協議をせずに一方的に要求を突きつけているってことだから、もうこれ破棄と同じじゃないか。そうなのよね。これって要するに、自分たちから破棄すると都合が悪いから、日本側から合意をなかったことにしてほしいと要求しているだけなのよね。そんなご都合主義が通るわけないだろ。まあそうなんだけどね。それでここで重要となるのが、文中の真実をありのままに認め、被害者らの名誉、尊厳の回復と心の傷の癒しに向けた努力を継続すること、という部分なの。真実をありのままに認め、ってことは、韓国側は日本が慰安婦問題で何か認めていない事実があって、それに不満を持っているってことか。そういうこと。そしてこれがこの問題の最も重要な部分であり、問題がこじれにこじれる原因となっているのよ。これってどういうことだ？過去の韓国の言い分だと、日本の政治家が慰安婦を否定するような発言をして謝罪を撤回するから、とか言ってたが、今回そんなのもないよな。そうね、今回合意に否定的な意見を言う人は民間などではいたけど、政治家から何か否定するような発言が出たことはないわね。じゃあなんで韓国側は日本は真実をありのままに認めていない、と言っているんだ。そこが問題でね、日本側と韓国側で慰安婦の定義、そのものが元から異なっているのよ。慰安婦の定義？そう。まずこちらを見てほしいの。記事では、日本政府が発見した資料の中には軍や官憲による慰安婦の強制連行を確認できるものはなかったと主張した、という日本政府の公式見解に対して、韓国側が慰安婦動員の強制性は国際社会がすでに明確に認めた否定できない歴史的事実、と主張しているでしょ。要するに、韓国側は日本の軍人や警察が、国や軍の公式な命令のもとに朝鮮の女性に対して奴隷狩りをした件が慰安婦問題であり、日本側はこれを認めていない、と不満を持っているの。他にも当時韓国政府の公式見解としてこんなのもあるわね。記事では、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した、という抗議の強制性は否定しないながらも、
軍や官権による教義の強制性を否定し、慰安婦の強制連行問題をごまかそうと指摘したものとみられる。としているわね。ああ、そういうことか。日本政府は、慰安婦の募集や慰安所の設置などに日本軍が関わったことは認めて謝罪しているけど、日本の軍人や警官が政府や軍の命令で奴隷狩りをした事実を認めないから慰安婦合意も認めないってことか。そういうこと。日本じゃなぜかこの件がまるで話題になっていないけどね。でもちょっと待ってくれ。この韓国側が主張する慰安婦の定義って、証拠がない。ってことがすでに判明しているよな。そうね。だから朝日新聞は吉田証言が捏造であることを公式に認めたし、中央大学の吉見義明教授のように、日本軍が奴隷狩りのような強制連行をした、という事実は存在しないとした上で、こんな見解を出しているわね。つまり、慰安婦の募集過程で業者による不法行為があったが、軍はその事実を把握できていたはずであり、これを取り締まらず黙認していたのだからこれは日本軍の責任であるというわけね。ちょっと待ってくれ。実際のところ、日本軍が奴隷狩りのような強制連行をした、という事実はあったのか。ないわよ。だから吉見教授や朝日新聞などは、慰安婦の責任の範囲を拡大して、総合的な責任、が日本にあるとしているわけ。でね、この件は慰安婦合意時の日韓外相の共同記者会見でも以下のように言及されているわね。慰安婦問題は当時の軍の関与の下に多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、かかる観点から日本政府は責任を痛感している。安倍内閣総理大臣は日本国の内閣総理大臣として改めて慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われた全ての方々に対し、心からお詫びと反省の気持ちを表明する。とね。じゃあなんで韓国政府は日本軍が奴隷狩りのような強制連行をしたということにこだわっているんだ。以前解説したわよね。韓国では正しさに根拠が必要ない。相手の正しさとぶつかった場合には相手の劣等性を指摘できれば自己の正しさが証明される。被害者が偉いって。つまり日本軍が奴隷狩りのような強制連行をしたと日本の劣等性を指摘しているので、彼らの価値観では持論の正しさが証明されているのよ。ちょっと待ってくれ、それただの循環論法じゃないか。そうよ、でも彼らの価値観では問題がないのよ。あともう一つ、被害者が偉い、という考え方から、被害者の証言、が何よりも重視されていることもこの慰安婦の定義に関係しているわね。さっきも言ったように、この韓国人の慰安婦の定義では、慰安婦の証言、が何よりも重視されているわ。例えば過去にも韓国政府は慰安婦の定義の件で以下のように回答しているわね。記事では、2014年に日本政府がいわゆる河野談話を検証し、軍や国の命令で日本軍や警察が組織的に行った女性の拉致、という事実は存在しないということを改めて発表すると、16人の元慰安婦女性の証言こそ、慰安婦問題の強制性を立証するいかなる文書よりも強力で明確な証拠だと強調した。と反論しているの。慰安婦の証言、ってどんなのだ。例えばこんなのね。これって事実なのか。もし事実なら、朝日新聞や吉見教授がさっき説明したような解釈をするわけがないでしょ。軍や国の命令で日本軍や警察が組織的に行った女性の拉致の根拠が存在しないから、管理責任や業者の犯罪の黙認などを論点にしているのよ。しかもね、この証言ってどれも客観的な検証は一切行われていない上に、証言がコロコロ変わる人も多いのよ。特に最初に挙げた事例のイ・ヨンスさんなんて、確認できるだけでも十数回証言内容変わっているからね、とても韓国側の慰安婦の定義の根拠にはならないのよ。ああ、でも韓国では正しさに根拠が必要なく、しかも被害者は偉い、から、この定義が正しい、としてまかり通っているわけか。そういうこと。しかもね、韓国の慰安婦団体などはこの定義の上での法的責任を日本に求めているのよ。軍や国の命令で日本軍や警察が組織的に行った女性の拉致の法的責任ってことか。でもそんな事実はないんだよな。ないわね。でも韓国側は慰安婦合意で法的責任を日本が認めていないことも慰安婦の定義と同時に問題にしているのよ。
韓国がこんなことにこだわっていたら、いつまで経っても解決なんて無理じゃないか。日本に存在しない罪を認めろ、と言っているようなものだし。だから、いつまでもこじれる、のよ。この件なんだけど、現在の韓国ではさらに複雑なことになっているのよ。どういうことだ？韓国セジョン大学のパクユハ教授って人が、帝国の慰安婦、という本を書いたのね。で、この本では以下のように書かれているの。この記事では、この本は慰安婦らの証言を通じて私たちの恥部を率直に表す。女性たちを騙して戦場に引っ張っていき虐待と搾取を日常的に行った死体は、大部分が同胞の朝鮮人の民間会社だった事実を慰安婦の証言を通じて明らかにする。としていて、日程が14から25歳の女性労働力動員のために女子学生を中心に募集した挺身隊と混同した結果、都市、こういう錯綜したイメージが日本に対する憎しみを強化し、本来、同族を売り飛ばした私たちの罪に目を閉じさせているのではないか、と韓国側がこだわる慰安婦の定義を否定し、批判しているの。でね、このパクユハ教授はその上で日本の管理責任などを批判しているので、スタンスとしては吉見教授や朝日新聞などに近いのね。ああなるほど、韓国側も一枚岩じゃないんだな。それがね、この教授はこの本の件で慰安婦の名誉を傷つけた、として訴えられ、去年ソウル地裁から有罪判決を受けているの。さらに問題なのは、韓国の裁判所はパクユハ教授の著書の中からいくつかの項目を削除するよう要求したのだけど、その中に以下のような部分があるの。慰安婦たちを誘拐し、強制連行したのは、少なくとも朝鮮の地では、また公的には日本軍ではなかった、という部分ね。さらに日本側で慰安婦問題を支援している団体のページによると、以下のような認識が韓国司法の場で公的に認知されていることがわかるの。日本軍の直接的な暴力、拉致などにより、10代半ばから後半の年齢で慰安婦に強制連行されており、ってね。おいちょっと待ってくれ。これって、日本軍が奴隷狩りのような強制連行をしたという事実は存在しない。ってスタンスの吉見教授や朝日新聞の主張すら事実上違法ってことにならないか。可能性としては十分あるわね。だから彼らはこの事実を必死で隠そうとしているし、この日韓の慰安婦の定義の違いの問題提起すると、彼らはものすごい勢いで黙らせようとしてくるわよ。よっぽど都合が悪いんだな。最後にこの件では韓国の態度を批判する側にもいくつか問題があるのよ。え、そうなのか。よく、慰安婦の強制連行などしていないって反論する人がいるけど、この反論方法だと印象操作の格好の的なのよね。というと、さっき挙げた吉見教授の主張では、軍が募集過程に関与しており、業者の不法行為を黙認していたことが日本の罪であるとしているでしょ。これってね、意図的かどうかを明確に否定できないのよ。関与したのは事実なのだし。だから説として広まっているのだけど、慰安婦の強制連行などしていない、だとこれの否定とも受け取られてしまうのよ。そうすると、日本の右翼が罪を否定しようとしている、とされてしまうの。ああそうか、韓国の主張を否定するつもりが、論点のすり替えをされてしまうのか。そういうこと。だから、軍や国の命令で日本軍や警察が組織的に行った女性の拉致は存在しない、としないといけないの。なるほどな。で、これだけでもまだ片手落ちよ。まだあるのか？これは2007年アメリカでの慰安婦下院決議の時に安倍政権が陥った失敗なんだけど、軍や国の命令で軍人や警察が組織的に行った女性の拉致は存在しない、だけだと。関与が直接的か間接的かは問題ではない、言い訳をするな、と批判されるの。罪を犯した側が責任逃れをしていると取られるわけね。ちょっと待った、でも、軍や国の命令で軍人や警察が組織的に行った女性の拉致、という定義にこだわっているのは韓国側だよな。そうよ、でもこういう論点のすり替えをする人たちがいて、それが日本のメディアや政治家から世界に配信されるものだから、当時の安倍政権は危機に陥ったわけ。そもそも、当時の日本軍が業者の犯罪に甘かった、のは事実だしね。じゃあどうすればいいんだ。韓国がこだわるような軍や国の命令で軍人や警察が組織的に行った女性の拉致は存在しない、と主張すればいいのよ。
これは間違いなく事実な上に、これに反論したかったら組織的な奴隷狩りの客観的証拠を持ってこないといけないでしょ。ああそうか、これなら反論しやすいな。でもなんで安倍政権はやらないんだ。やってるというか、こういう議論に持ち込むお膳立てと仕込みをやっているわよ。今回挙げたソースで韓国側が明確に慰安婦の定義を提示しているでしょ。それって、安倍政権が軍や国の命令で軍人や警察が組織的に行った女性の拉致は存在しない、と同様の趣旨の発言を公的にした結果なのよ。慰安婦合意もその延長線上よ。なんで双方合意の上で約束したものを韓国側が否定するのか、となった時、韓国が何にこだわっているのかについて説明しやすくなるわよね。ああ、あれって韓国が釣り上げられたわけか。そう、だから私たちも、論点のすり替えやレッテル貼りをされて相手に有利な土俵に引きずり込まれない、ように。韓国がこだわるような軍や国の命令で軍人や警察が組織的に行った女性の拉致は存在しない、という明確な定義づけの上での反論をするべきなの。吉見教授や朝日の論調だと水かけ論になるから、加害者、とされている側は不利だものな。そういうこと。ただ言いたいことを言えばよいってわけじゃないのよ。自分の知っている常識が相手にとっても常識とは限らない、からね。なるほどなぁ。そんなわけで今回の本編は終わりとなるわ。ご視聴ありがとうございました。今回は長くなりすぎたのでおまけはありません。また来週。